皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。現在、大阪市うつボテニスセンターで開催されている、女子テニスツアーの木下グループジャパンオープン。10月16日にはシングルス2回戦他が行われた。動画、伊藤葵がツアーデビュー戦勝利と8強入りを決めたシーン。日本勢では、 予選を勝ち上がり WTA ツアー本戦デビューとなった伊藤葵が1回戦で2020年全豪オープン優勝者のソフィア・ケニンアメリカ世界ランク158位に勝利2回戦では今大会第8シードのエリザベッタ・コッチャレットイタリアに6 4 6対3で快勝し準々決勝に歩みを進めた 今季の全仏オープンで4回戦進出も果たしている世界50位が、ラケットで地面を叩き、苛立ちの声を上げた。早いタイミングで帰ってくる伊藤のストロークに、振り遅れる。かと思えば、滞空時間の長いロブを待ちきれないように、強打したボールがラインを越えていく。そんな相手の混乱や狼狽を見透かしたかのように、伊藤はフォアハンドのスライスをライン際にするりと流すと、 迷いなくネットに詰めてオープンコートにボレーを落とす。ブレークをされてもすかさずブレークバックし流れを引き戻すなど試合運びもこの日は盤石。コートを伊藤葵の色に染め相手を自身の領域に引きずり込んだ。今日の相手はパワーではなく組み立ててくるタイプだったので相性的には良かった。試合後に伊藤が笑みで振り返る。自分のテニスは特殊なので。 噛み合いさえすれば勝てるのではと思いましたそう言うと彼女は、噛み合いさえすればと繰り返した。特殊と辞任する伊藤のテニスは、幼少期から今も変わらぬ独自の感性と、父親の指導理念のケミカルの産物だと言える。伊達公子さんとシェイ・スウェイを足したテニス、とは、数年前から伊藤本人が公言してきたテニスの指標。ただ実際には、 伊達さんもスーウェイさんもほとんどプレイは見たことがないんですと首をすくめたそんな伊藤のテニスの設計図を書いたのは父でコーチの時義勇次だって伊達さんが小柄でも世界で勝てるテニスを示してくれたそれを見習わない手はないじゃないですか父はそう言いからりと笑ったその父の教えに磨きをかけたのは何と言っても伊藤本人の感性と知性だろう 小学生の頃から大人に混じって試合をしてきた伊藤はパワーでは勝てない中で、勝ち上がるために省エネを考えた、という。以前は正当派というか、ライジングで返して前に出る感じだったんですが、それでは限界を感じまして。高校生くらいから試行錯誤して、こうなりました。草試合を次々に重ねていく中では、相手の情報はコート上で収集し、 その場で分析試作を実践ししていくしかない。くかなその姿勢は今もそして今大会でも基本は変わっていないという最初にとりあえず自分が得意なパターンをやってみてそれが全然相手に効かなかったりしたらいろいろと変えて一番ポイントを取れるやつを探してという感じですわざとひらめきで組み立てる即興テニスはどこか前衛芸術的な匂いも放つ そんな彼女が自分のテニスを貫き通せた背景には、幼少期に通ったテニスクラブのコーチとの相性もあるだろう。彼女が席を置いた名古屋のチェリー TC は、全豪オープンジュニア優勝者の坂本麗も輩出した名物クラブ。そのオーナーコーチの近見氏は、以前に伊藤について、次のような思い出を語ってくれた。練習でちゃんと走らないときに、そんなんやったら出てけ。 と叱ったら、大概の子はごめんなさいってなりますよ。でもあの子は、本当にコートから出て行って、クラブハウスで漫画読んでましたからね。そう語るコーチの表情は、明らかに楽しそうだった。初の WTA ツアー本戦でベスト8に進んだ伊藤の、次の相手は、ラッキールーザーのエバリス、ドイツ、同118位。50位の選手に勝ったなら、 次もと前のめりになる報道陣を軽くいなすように伊藤はラッキールーザーと言っても私よりランキングは100位近く上それこそ6ゲーム取れればと思っていますと笑う確かに今の伊藤にとって対戦相手のランキングはさしたる意味を持たないだろう噛み合いさえすれば噛みしめるように放ったこの言葉の進化がまたコート上で披露されるどう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。